利益性を目指した方向性は、総じて消されたわけだ。その先には、王の権威が、黄昏の火竜度の作者がいたから、だ。アメリカは太平洋戦争で核兵器を使用して、勝ったのだ。そういう、歪み、をそのままにしようとするとき、王の権威より皇帝の方が、アメリカにとっても、都合が良かった。最終的には国家の威信に関わる話の先で、そうは言っても、バグはバグで、平成は借金の時代で、それは返済せねばならず。カンコレがアップデートされた。その結果だろうか。隠れていた部分が結局、表に出たような感じに思い、なんかどうしようもない失望というか、これは、愚かさ、というべきだろうか。そういうのはなんだか重くある。王の権威、それを忌避する結果、王賀さん、それも忌避することになる、その時。その先には、何がある？